はい、皆さん、おばらきー、茨城県公認 VTuber の茨ひよりです。今日も私の部屋からお送りしますよ。はい、ということで今日の本題に入っていきたいのですが、食欲の秋は終わっちゃいましたが、茨城は冬も美味しいものがたくさん。干し芋に寒ビラメ、あんこ、そしていちごもそろそろですね。ってことで今回やるのは食べ物に関するゲーム、クッキングシミュレーターです。こちらはキッチンで料理するっていうレストランのシェフ体験のようなゲームなんですけれども、まあ料理ならねできないと思ってるでしょ皆さん。日和は料理めちゃくちゃします。自炊もしてますし、実家の母ちゃんばあちゃんの手伝いもよくしてました。なんなら日和が食べているお米は父ちゃんが作ってくれた茨城のコシヒカリだから、うち兼業農家だからね。そうなんです。ってことでもう自炊してる日和にお任せあれってことなんですけど、なんか操作性が独特みたいで、テストプレイしたスタッフさんがなんか半笑いなんですよね。気になる。今日はヒヨリンがゲームしてる間、僕は静かにしておくね。あー、こうちゃんさっきから黙ってると思ったら、なんでなんで？理由はゲームが始まったらわかると思うよ。うん、じゃあまあ、百聞は一見にしかずっていうし、早速やっていきましょうか。それでは始めていきたいと思います。わー、広いキッチンですね。ん？何やらテレビ画面のようなものに、トメイトスープ、トマトスープを作ればいいのね。シェフって言ってたから、トマト、トマト、あった。それではトマトを切っていきたいと思います。いや、今年もたくさんトマト食べてますよ日和。やっぱりね、茨城県産のオリジナルトマト美味しいんですよね。日和は中太郎っていう名前のトマトが本当に好きで、いつも食べてますよ。あ、それからね、ミニトマトなんだけど大きくて甘い、甘エル、甘くてエルサイズっていう種類のトマトもすごいおすすめです。甘くてエルサイズのミニトマト、甘エルですよ。すごいですよね、ネーミングもバッチリ。はい、切れませんね。うまくやっていきましょう。あとおすすめのトマトといえばスーパーフルーツトマトですね。こちらもとっても甘くて美味しいんですよ。スーパーフルーツトマトを切るつもりでドロップ。おう、皆さんはこういう使い方したら危ないですよ。いや、茨城はトマト以外も美味しいものたくさんあります。秋は栗ですよね。栗といえば笠間新栗祭り、こちらは栗を使ったたくさんのフードが並ぶんです。もう全部がおすすめなので、ぜひ機会がありましたらね、いろいろ落ち着いたら皆さんにぜひ行って食べてみてほしいですね。じゃあこうして入れましょう。それから秋が終わったら冬、冬といえばなんといっても干し芋です。もう地元では乾燥芋なんて言ってね、親しまれているんですけれども、あのね、東京は銀座にある茨城県のアンテナショップ茨城センスに行けば干し芋の食べ比べができちゃうぐらい、めちゃくちゃいろんな種類の干し芋が売ってるんですよ。ねえ、今の世の中テレビでも干し芋の特集が組まれてしまうぐらい、もう今大注目の干し芋ですから、ぜひ皆さんこれからの時期食べてみてくださいね。こうしてスロー、しゃー、オニオンもここにある。え、何ですかこれ、スタッフさんが用意しておいてくれたんですか。ありがとうございます。え、でもその代わりに設定を英語設定にしといた。そうやってがっかりするようなこと言うからスロー失敗するんですよ。もう甘いんだかごちゃっぺなんだかわからないですよ。あれ、サワークリームってさっき書いてあった。先にこっちピックアップして
なんだろう、オープンボトル、オープンバトル、そうこぼすなんてことあっちゃいけないですよ。スローってすぐこぼれちゃうよ。お、こぼれてる。あー、どうしようどうしよう。どんどん数値が減ってるもん、数値が減ってる。入らない入らない。もうもうサワークリーム入れない、入れないぞ。そしたらオニオン、オニオンをもう一回入れて、スロに、こっちに落ちて、こっちに落ちて、よっしゃー。いいですよいいですよ。そしてあ、チキン、鶏ガラスープだ、チキンボロス。うん、違う、よいしょ。あ、鍋持っちゃった、鍋持っちゃったよ。あ、うんうん、そこでもいいいいいい、いける、きっといけますよ。これ一旦火にかけます。あ、オッケーオッケーオッケー、火かかったらもうこっちのもんですよ。よし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 、オープンボトルして、スローアドバンストコントロールして、こうしてこうして、あ、もうもう入れる、もう入れる、このまま、よしよし、入った、傾け、いけいけそう、いけました、やったー。何リットル入れるんだっけ。あ、もう全部なくなったみたいなんで、これでいいです、バッグ、いいんじゃないですか。で、この時点でオープンボトルして、で、入れて、オッケーオッケーオッケー、サワークリーム入れで、どんぐらい入れっぺな、これな、もういいんじゃねえかな。オッケー、今度あとは塩コショウで味を整えっぺな、これな。オッケーオッケー、塩パッ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 、ブラックペッパー、オッケー、はい、パッ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 、入ってるのかわかんないけど、パッパッパッ、コショウ多めの方がねいいですよ。はい、オッケー。さあ、できたのでは？これ、完成ですよね。なんか混ぜる、フードプロセッサー的なやつないですかね。まあ、いっか、とりあえずこれで、フライ返しで、混ぜられればいいですもんね。混ぜられない。アドバンストコントロール、これもか。こうして。入った！こぼれたー！嘘でしょー！よいしょ、ぐる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 混ざってますよね。トマト足んないのかな。え、これでもういいですよね。できた、よし。で、お玉、お玉、お玉はどうだっぺな。お玉は、お玉ないってことは、わかりました、もう直接鍋からお皿に行きましょう。もうすごい時間が経ってるのは実は感じている。ピックアップ、ちょっと高さあって緊張感あるけどやってみる。入った？怖いな、見る。入ってる、入ってました、やった緊張感あるけど、ちょっとなみなみ持ってってみましょう、これね。よしよしよし、ここに開けるかな、こう、違うな、開かないな。スロー、ここまで頑張ったのに、このゲームどうなってるんですか、もう。
ういうことって、なんでこんなことが起こっちゃったの？っていうか、なんでずっと黙ってたのよ！いや、僕が喋るって分かってたら、きっと翻訳とか頼んでただろうし。なるほど。でも、翻訳以前に操作性が難しすぎて、より頑張った。頑張ったんだけど。ということで、英語や茨城の魅力発信、嘘でしょ、茨城のトマト本当に本当に美味しいトマトたくさんあるんです。でも今日はそのトマトの美味しさを生かしきれなかったのは日和の実力不足です。ぜひ皆さん、スーパーで茨城県産のトマト見つけたら、皆さんは美味しく料理してみてください。日和はこれからも頑張りますので、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどなど応援何卒よろしくお願いします。ではまたねー。持つ3度目の正直、スロー。